ピセナ TP こっちもね上げていくよ、うん、うわこれの方はいかないじゃん、うん、真横から薄してないからわかんないけどちょうど90度です、うん、90度しかいってません、うん、はいということでさっきの真横から映すよ映すかあ持ってねごめんなさいね口悪くまあちょうど、まあ、これでロックかかってます。はい、ちょうど90度。映せよ。映せよってちょっと。ちょっと映ってないから見えませんけど。いいんじゃないでしょうか。はい。下からね。あ、こう持たないでね。みんな。こう持たないでね。ヤラさんも言ってたから、ああ、なるほどと思った。いや、一緒なんで、俺も下からなんで、必ず下から持ってください。で、ちょうど膝の裏当たって、優しいとこね。そう、優しいとこね。で、ちゃんと狙っていきます。大停止。骨頭を下げるようなイメージですね。ちょっと手元はまた映ってませんけども、ご了承ください。秘密の技なんで。もうちょっと上から取れるかな、うん、手で持てる？手で持てないんだよね、位置がね。ギューン怖い。もうそれ壊れてるからさ、もう変えようって話だよね。よく頑張ったよその子。本当だよね、よく頑張ったよね。お、2年ぐらい使ってる。最初からだから3年だね。すごっ。でここね、きっちりビューン。軽くちょっとだから上に上げてるイメージ。あ、そう上に上げてるイメージとこっちで引っ張ってるイメージです。軽くね、本当軽く。これ筋膜リリースなんで、普段の施術とはちょっと違いますからね。寝ちゃってる人にはこうやってやったよって話だけで、実際の施術になったら、もうね、腰痛ポイントでもあるし、うん、あと、ここからお腹行ったりとか、うん、全然四頭筋普通にね、揉んだり、揺らしたりとかします。実際は、今実験をしてるんで、うん、筋膜だけで改善するのか、改善というかあれですね、可動域が上がるのか。あれですからね、可動域上がるってことは、そこの筋肉が柔らかくなるってことは、血流が上がるってことですからね。そこをまず知ってくださいね。はい。まあ、ほんと手の首だけ。ちょっと角度変えます。私ね、左はさ、やっぱ卵巣とかも取ってるから。あ、だからな、俺ね、手いったんだよね。まあ、自然にいったよ。だから絶対そうだなと思った。お腹の、今、腹部のところも指先が来て、うん、自然に行きました、本当に。多分そのあたりが癒着してると思うんだよね、私。うん。だから、可動域が悪いのかな、こっちももしかしたらね。だって、右の方が硬いですよ。左の方が実際硬かったからね。そうだね。うん不思議、本当ね、自然で手がいくんですよね。でも今経絡とか経血ツボの勉強してるじゃないですか、で手が勝手にいった位置なんですよ、やっぱ。ああ、そういうことか。学校では何寸とか指で測ったりとか同士寸法で測ったりするんだけど、でもね、やっぱね、一番効果が出てるなって自分で感じるのは手がいった位置、そこにはまるの。うん、はまるんだよね。うん、わかるわかる。人によってやっぱ行動的にもね、筋肉的に違うのもあるし、あとね、ツボって本当に昔と違う場所が違ったり平気でしてるから。だからほら前足三里で一回さ違うってなったじゃん、うん、それってあの時説明多分動画でちょっとできなかったかもしれないけど、うん、結局手首っていうツボの位置が変わったわけですよ。変わったんだ。そうだから違くなっちゃった。手三里もそうなんだよね、うん、手の三里も、うん、25年前に鍼灸とった古賀先生っているんだけど、うん、テルさんにそこじゃないですよって俺言われて、うん、っつって、いや、ここでしょっつって、だって調べたら、うん、あ、変わってる昔とってなってた。うん。そういうもんなんだよね。いや、すごい。で、やっぱり、手首と会計結ぶところのライン上なんで、うん、骨沿いではないわけですよ、実際。だからその辺の取り方もやっぱりすごい変わったんだと思う。まあちょっと昔の先生の勉強私はしてないから何とも言えないけど、だから指圧健ちゃんとかもそうだよね、20年前って言ったから多分変わってんだろうね。変わって、でも本当今手はさっきは外側のアプローチに割とちょっとだけ重点を置いてたんですよ。うん、だけど今やっぱり癒着してるからだと思うんだけど、内側アプローチに手がいってるわけですよ。無意識無意識ここだっていう。無意識です。うん、いやー、うん、でもこれでもね、多分十分変わってると思うんだけどね、うん、もうねすでにね。でもね、手がね、もうちょっとですよって言ってるわけですよ。手がいくんだよね。だから宮古島のね、ダイナミックのタイムマッサージの千春先生とかもやっぱり多分ね、その癒着を取る動きだったんだと思うんですよ。でそうすると何かっていうと、今何で思い出したかっていうと、今のぶちゃんが手を置いてるだけで腸が動き出してるんですよ。だからなんかそれは千春先生に施術してもらった時も、うん、多分、ね、ここを動かそうとしたんだよね。で別の考えを持ってやってるセラピストでも手が勝手に行くんだよね、うん、その主義と目的に。うんうん、あ、来た。あ、はい、大丈夫です。いきますよ。うん、今来たのが分かったんで、うん、真横で映す、うん、映すだろうと、うん、当たり前だろうと、うんうん、はい、いきますよ。普通に行きます。あ、もうだって。ああ、わかるかな、みんな。やらせではありません。全然変わりました。これはすごい。すごいね。ちょっとこのままオープニングトーク取ろうぜ。クロージング。クロージング。いやー、すごいね。よし。このブラブラが気になるね。この緑のゴムって何？え、どれ？髪の毛結んでたの今日。なわけないでしょ。お客さんか。落ちてる、落ちてるか。あ、うん、はい、ということでまとめでーす。もうこれで私が受けた私が知ってほしいのは、うん、その私は伝えてないその左側の腹部がおそらく癒着しているだろうというのに手が勝手に行って。手が勝手に行きました。で、うん、同じ、その、だから、股関節のところを、伸ばしていくから、こうやって狙うよって最初に説明した右足とは違う主義が入ったわけですよ。ベースは一緒なんですよ。だけど、応用を聞かせた主義があったってこと。で、置いた時間もちゃんと見たらわかるけど、違うわけですよ。そこ超大事。超大事だけど、それは経験ですよね。そうだし、やっぱ動画だけでは伝わりきらないところだとは思うんですけど、でもだから自分が行く手の位置を信じるっていうのは、セラピストとして、やっぱり感覚的に大事なことなんだと思う。そうだね。なんか、だから、教科書にないところの話なんで、こう、なんて言うんだろう。自分でこう自分のこの時翼してっていう分の第六感的なとこじゃないけど、なんかそういうのをこうお客さんに当てはめて、こうなんかエネルギー的なことでもないし、なんでしょうね。私今日お客様で10年ぐらいずっとやらせていただいてるおばあちゃまがいて、でその方やった時に手が勝手にいったのが、まあ私結構やっぱツボを覚えるのに今苦戦してて、鍼灸師になるために勉強しても本当に多くてツボが。でもなんかちょっと飛型ちゃんと見とこうと思って見た時に、飛型ラインを見た時に、最終的にここの火のなんか大楽って言って、大楽、そうで大宝っていうツボがあるんですね。そうで第六肋間のところの液化のところからあるんだけど、それってお胸のところって第四肋間なんだけど、第四肋間、そう肋骨、お胸、あお胸ってことね。お胸、おっぱい、 B 軸じゃなくて、あそうそう B 軸、 B 軸6番じゃない、違うの4番なの、 B 軸は4番、4番の第四肋骨ってこと、第四団柱があるとこじゃんだって、入魂もだって、え俺なんかめっちゃ勘違いしてるんだよ。だって、俺結構探してるの。あ、違うの、6だよ、6。違う、違う、そうなの。嘘じゃないの。私も、バストアップの動画で出した時言ってるけど、もともとは4にあったんです。だけど、ご年齢とともに筋肉が落ちて、位置が変わったんです。っていう今、未来の話してます。そう、悲しい。ごめんなさいね。笑いすぎ。めちゃくちゃウケる。なるほど、そう。でも、ほんと、道がずれちゃうから、まあ、それで、だから、6巻で探してた時に、そう。で、まあ、6ってなった時に、大体まあ、頭上でも、その4ぐらいの位置で行くと、大鵬のところに行くんだけども、はい、やっぱね自然と手がいったんだけど、そのお客様っていうのはずっと見てて分かるんだけど、卑怯って言って脾臓のラインが弱ってるお客様、太りたくても太れない体質だったりとかそういうのがあるんだけど、でね思い出したら私今月1針に行ってるんだけど、うん、すごい調子がいいのね。うんうん、私その火の体楽のところに、うん、お給されてるんですよ毎月。横向きでやんのそれ。そう。これがめちゃくちゃ効いてるみたいなんですよ私ね。で私もう不調になることがこの数ヶ月ほぼないんですよ、その体のこりで痛いとかのどっこもないし、そうだから。なんかそれが私今日自然と手行った時にこのお客様に必要って言って体式のこう伸ばしていく主義とかあるじゃない、ああいうのとか入れながら、まあ、ここちょっとアプローチしてったんだけど、でも本当その感覚を信じて主義するって、で本当にこう終わった後に、まあ、いつもありがとうって言ってくれる人なんですけど、本当ありがとうございましたって。決まった時はそうなるんだよねお客さんね。それが自然と今のぶちゃんが癒着に手がいった施術っていうのは本当に私もそう。欲しかった施術それっていう風になるの受け手が。なるほどね。っていうのをなんかちょっとやっぱ知ってほしいというかね、知ってる方もたくさんいらっしゃると思うけど。でもやっぱなね、筋膜すごかったでしょ。狙い方が筋肉とは違うってこと分かったでしょ。本当。ねもね行き着くとかそこだと思うんだよな俺な。あとは手に魔法を持ってんのかもやっぱ。魔法使い、そうアイロン使いでもポッカポカですねそう、まあそこはね、まあ、そこは分からないとこでも事実あるのかもなって思う、やっぱのぶちゃんの施術を見てるとですね、どうでしょう勉強になりましたでしょうかね。ちょっとこのビフォーアフターもそうだね、またちょっと本当なんですよびっくりするぐらい変わったけど本当に置いてただけな。リンパ管、リンパ液より変わったね。まあリンパ液の方が時間が短かったっていうのはあるんです。あと変化手で感じながらやりましたからね。ああそうだね。それすごいやっぱ大事。ちょっとやってみて、みんなでセラピスト同士練習すると楽しいかもしれない。あそう楽しいかもしれないね。見てぜひ店舗スタッフ同士でやるとかねいいよねそれね。そしたら主義変わってくるからね本当ね。今までバリバリ揉んでたものが急におとなしくなる施術みたいな、その方がいいんですよ。お客様もいいし、そうですね痛めないし痛めないしこっちもまあ変なし疲れませんので施術がねいくらでも受けれます、いくらでもできるよねそのね。もうだからかわいそうだ、日キュッパの人たちも日キュッパじゃないのか上がってきてるよね。あそうですねだいぶ変わりました。3キュッパ4キュッパぐらいになってきたのかな。ね3780円だっけ。あそうなんだ。そうなっていってほしいけどもうちょっと上げてほしいけどね。そうですね。ねこの業界頑張っていきましょうね。ありがとうございます。はいということで今回は筋膜リリースのお話でした。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらシェアとかねコメントとかしてください。じゃあねまたね。でも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。